家電フレンズ。お塩カービー芸人の安武です。ということでね、仕切り直しが今ちょうど入りましたけど、珍しいね。そういつもさ、変なとこで切れるもんね。そうそう、あれあんま良くねえなと思ってるボブさ、うん、高確率で多分なんだろう、ボブが喋り出すと長いからなせいか分かんないけど、うん、ボブがなんか喋ってる途中で切れる率結構高いんだよね。うん、そうそう、一旦なんとかつって5秒くらい空いたところでよしっつってね、そこで切る。ああ、うん、まあそういうわけで、うん、いやー、6月も終わりに近づいてきましたが、うん、とても気温が高くて暑いですね。そうね、この配信が YouTube で投稿されている頃はもう多分7月8月なんで、あ、なるほど、もっと暑いですけどね。はあ、いや、ボーダーさん、もう暑いのはいいよ正直。うん、冬雪降んないでほしいわ。うん、そうだね。もうほんと、あの、でもね、嬉しい情報として、うん、天気って年単位で整合性合わせようとする傾向あるっぽくて、うん、去年降んなかったなっていう時は、うん、めっちゃ降るんだって。なるほど。っていうことで言うと、青森さ、去年バカみたいに降ったから、うん、今年も降んないんじゃないかっていう。はあ、だってすごいよ、あのさ、今まで冬終わった後、青森でも潰れた家ってあんま見なかったけど、うん、青森潰れた家だらけで、やばい。確かね、そろそろこの辺の通りも左手にでっかい潰れた家見えてくるよ。もう過ぎたかな。あの、あれで結構ビビるレベルででっかい家が真ん中から潰れてるの。うん、まあ、もう今年は秋田で長い間雪かきしましたけど、家やばかったけどね、まあ、潰れたりはしてないけど、雪の量がやばかったね。秋田でさえか。うん、あれで青森恐ろしいよ。てかさ、青森ってさ、なんか一説によるとさ、うん、積雪量は世界一とかっていう話あるよね。うん、あの、寒さが海外が上なだけであって、うん、降ってる雪の量は青森が世界一説。うん、その前にニュースとかであんま青森出てこないよ。ねえ。あ、でもあれ、酸ヶ湯とかの方が出るんじゃん。酸ヶ湯とかさ、青森市の。あの辺結構ニュース出るよ。うん、やばいから。で、青森市のさ、街中で働いてるボブでさ、一日仕事して帰ろうって言ったら車埋まってたんだよ。ああ、やばいね。あの、車埋まってたってみんな想像つかないと思うけど、うん、車の天井のところが地面になってたってことだよ。うん、やばいよね。恐ろしいよね。太陽さんさん、日曜日サンデーがね、サンデー仙台っていうか、まあ宮城にまたできますよ、確かに。そうなんだ。うん、ハードオフとかの近くに。なるほどね。急にできますよ、サンデー。もうこれから青森に行かなくてもサンデーには自転車で行けるよ。ああ、なるほど。サンデーに行くことは、わざわざサンデーに行こうっていうことはないけどね。ねえ、フォーマックとかもあるし。ああ、そうだよね。だって別になってもこの足りるもんね。うん、全然大臣もあるし。ああ、ホームセンター、大臣、ホーマック、KOD2 めっちゃあんね。うん、あとコーナン。なるほどね。うん、この辺がそんなにか。うん、青森だって直ってったら3対3は、うん、ぐらいじゃない。コメリもあんじゃん。コメリ、コメリって市内にあるかな、わかんない。まあでもそうか、市内っていうか県内にはあるか。うん、宮城にもコメリはあるあるんだけど。なるほどね。うちの近所にはコメリないよ。あ、そっか。コメリの歌は名曲だよ。コメリの歌知らないの。風緑っていいですねから始まる。あ、君前も言ってたよそれ。うん、それ歌、あのセリフ歌だ。風緑っていいですね。あ、そうなんだ。うん、結構ですねコメリ。ボブあれだもん、店の店内 BGM でやっぱあの家のサンデーと、まああのホームセンターじゃないけど山田電機とか。山で有名すぎるもんね、もう。うん。てて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 て。うん。てて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 て。サンロード青森。あー、CM の方で。うん。店内ではあんまかかんないんだよ。多分一回もかかってないじゃん。うん。あと、まあ、あれだね。こんにちは、劇団ひとりです。あー、ブックオフは。そうそうそう。あれなんです。だっけ、ハードオフだっけ。ハードオフかな。ハードオフだな。ブックオフはあいつだもん。そう、キャラダコボル。そう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 。
ブックオーラの日本姉ちゃんっていうことはないんですよね。そう、僕今まずそれ言おうとしたんだけどさ、あの CM 構成何うまいかって、一回さブックオーラの日本姉ちゃん浸透させてからさ、あるじゃんねっていう割にあるじゃん持ってってんだよ、うん、今さらあのわざわざ新品で買いたいとは思わないけれども、中古ならまあ買いたいかなって思った本があるじゃんみたいなこと言うんだよね。いいんだか悪いんだかっていう感じ。ああ、ブックオフのクーポンが最近まで200円から300円だったんですけど、ああ、ついにね先週あたりからね100円が基本になっちゃいまして、ああ、もうクーポンバブルも終わりかっていう感じになって。なるほどね。ただ今から行く八戸のブックオフは200円クーポン。あ、そうなんだ、うん、場所によるんだ。うん、ただブックオフで200円のものってなかなかね、ないよね、ちょうどないんですよね。ああ、僕あれだね、あのさ、もう城崎方面だから真逆だけどさ、うん、この前ブックオフで珍しくレンジマンに土産物買ったのかなって思ったのやってさ、うん、ただ意外なんか考えてたらこれさすがにレンジマンもやんねえだろうなっつってやめたんだけど、うん、100円で、うん、あれ多分新選組かな、うん、あのかっこいいのとかじゃなくて、あの本当に史実通りの新選組のフィギュア8体セットみたいなの100円で売ってて、8体ぐらいセットがあって、あ、そう、ただなんかボムでもいらねえなって、まあ、電子レンジは似てくる、そう、出すぐらいしかすることないだろうし、俺たちは寺田心組だ。あれ新選組、新選組っていうのかな、あのさ幕府倒したのなんだっけ、新選組幕府守る側だよ。あ、そっか、あれ幕倒したの誰だ、まあ、なんか板垣退助とかそういうやつじゃない、勝手なイメージだけど、うん、坂本龍馬、西郷隆盛とかなんかその辺のフィギュアなのかなみたいな、多分だけど東幕の人たち、あ、そう、うん、全員揃えると、うん、あの有名な集合写真が再現できたぞみたいな、なるほど、フィギュアなんか100円って言ってたんだけど、それでかいの、あれ、それこそサイズとしては電子レンジマンに出てきそうなフィギュア、いいね、だから100円で8体ならば結構充実感はあるね、100円で1体で8体揃えるんだったらいらない、絶対いらないね、うん、なんかね弘前のブックオフ、ブックオフだっけ、ブックオフか、うん、やたらそういうフィギュアセットたくさん出て、なるほど、馬乗ってる人のパターンもあったし、うん、歴史が全然分かんなくてさ、新選組幕府倒した人だってって思ってたからね、逆だから、ね、ああ、そうか、むしろそうなんだ、うん、守る方だと思う、なるほどね、うん、まあ歴史もね、歴史といえばタイムマガンシリーズですからね、そうだね、そう、僕の歴史関連情報は大体タイムマガンかもしれない、ああ、そういうこともあるか、うん、なるほど、逆に歴史通り越して昔の生き物まで行くとまあまあなんだけど、あの恐竜とかまで遡ってくれるとそこそこ分かるんだけど、ジュラシックワールドもやりますけどね、ね、厳密に言うと海外だともうやってるんだけどね、あいつ出てくるんだよ、またグラントとかね、グラントとマルコムとあとのサラーだったかな、あれサラーは違うんだ、サラーのロストワールドのろくでもない本か、エリーか、うん、あのワンにいた人、うん、カービィ夫妻出てる、カービィ夫妻出てきたらちょっと嬉しいけどね、うん、成長したカービィ夫妻と成長したカービィ夫妻はもうおっさんだけどね、うん、おっさんおばさん、まあ、グランドもあの3にいたから、ああ、そっかそっか、実質3からの似たような年齢か、うん、似たような年齢っていうかもうちょっと若いもんね、なんか聞かないで、そう生き延びてた少年成長して出てくるね、聞かないで何したんだろう、うん、あの T-Rex の正面を採取したって聞いて、うん、え、どうやってって言ったら聞かないでって言ったんだよ、うん、聞かないでっていうのはさ、なんか前も同じこと言ったけどさ、うん、普通に組んだんだったら組んだでいいじゃん、うん、聞かないでってことはなんかあの指突っ込むかなんかしたのかな、危ないよねそれじゃあ、ね、T-Rex に突っ込んでたらやばいよね、うん、死ぬよね、死ぬよマイティーソーラブサンダーをやりますよね、うん、あとは特段ないか、リバイスの映画もやりますけど、あ、そうだそうだ、それがあるんだ、あれ言ったっけ、
ないか。イルブラザーもう正体分かってんのかな。最短だと明日分かるよ。あ、そっか、うん、総量回っぽいよね、うん、ブラックデビルみたいなね、謎の何かが出てきてると、あれ何なのかすごい気になる。あれはコスプレなのかな、それとも本当にああいうやつなのかな。ああいう怪人なのかな、ね、ああなるほど、うん、え、あれってあれだよね、イルブラザーの人だよね、人がコスプレしてるあれ何なんだろう、うん、いやー、日夜さん盛り上がってますね。ね、まあ、どんぶらだけ盛り上がってるんだけど、あれか、次の仮面ライダーも一応名前はギーツが、ギーツか、うん、名前言いづらいなっていう印象しかないけどね。フォーゼぐらい言いづらいかな、ギーツ。フォーゼはそんなに言いづらいことあるかな。フォーゼが、あー、まあそうですね、五感見すぎって言いたいから。ギーツって何なんだろうね。うん、ギースしか浮かばないけどギース、ギースどうなる、まあ、どうせ面白くないだろうけどどうだろう、さすがにさ、もう期待しない方がいいって。でも戦隊もさ、うん、だ、戦隊常に面白いじゃん。あー、まあ言われて、でもニンニンとかあったからな。でもニンニン電波だ。あー、ニンニンってだって令和ライダーより面白いよ。ああ、なるほどね、まだ、うん、あよっぽどピンオでニンニンクラスなわけです。キューレンジャーは割と令和ライダークラスだったから。ああ、だって地方面白くないじゃん。そうそうね、ビルドもまあ前半だけで面白い。ああ、エグゼイドワンクルメ最低。まあそうだったね、あれ令和ライダーレベルで最低だよ。ああ、あらららら、ほんとだ隕石落ちちゃったからね。あ、でも誰だよ、レアライダーとか。ねえ、今んとこそんな感じだよね。期待しないで見て、ギリギリリバイスの前半見られたレベルだから。ああ、期待しないで見て。ああ、リバイスの前半もう一回見返すの無理だから。なるほど、まあいろんな意味で無理だよ。前半で期待させる要素を死んだから、余計無理なんだけど。いやー、キーズどうなんだろうな。絶対期待しない方がいいね。あ、まあ期待はあんましない方がいいかもね。うん、あの、だって面白かった時に得だから。だって頑張って作ってセイバーだから。ああ。今のところは。ああ。でもせめてセイバーより面白くなってもらわないと困るけどね。ね。で無理なんだろうな。ああ。あの、せめてあの本筋の話つまんなくていいから、キャラクター面白くしてほしいよね。ああね。キャラクターがダメだもんね、ずっと。ゼロワンセイバーリバイスと、セイバーのキャラがマシなの問題だからね。まあそっか、うん、セイバーでマシなのがヤバいんだよ。あ、せめてビルドぐらいは。あー、まあねー、言ってもらわないと。キャラの良さはエグゼイドもキャラそんな良くないもんね。あ、嘘、そうかな。やばい、危ない。ゼロワン以降とか比べれば全然いいけど。ああ、そんなだよ。北条 M いい、北条 M いい方な気にしないかな。多分さ、エグゼイドはキャラマシよりマシっていうか、いい部類かなってちょっと思ってるけど。まあな、そのゼロワン以降より全然いいけど本当に。ああ、割とまあテンプレかなって感じ。ああ、なるほどね。なんだろうな、こういう考え方よくないけど、逆にキャラ微妙だったのどれだろうって考えていくとどれだろうな。やっぱゼロワン。でもね、ゼロワンってさ、キャラダメに踏み込んでるかなって実は思ってるとかって。何も言いたくなくない。あ、本当。うん、好きなキャラいる？ゼロワンに。でもさ、アルトとか相当良かったと思うんだよね。そう。ああ、ボブの中でキャラがダメっていうとね、ちょっと待ってね。でもアルト OK だったら全部 OK になるの。あ、ほんと？うん、僕アルト一番嫌いかもしれない。ああ、そっかそっかそっか。うん、え、待って、クーガーキとリューキーファイズブレイクでしょ、で響きカブト電王キバー、キバーかな。キバーいまいちだね。ねえ、うん、キバーキャラいまいちだね。で、まあディケイドはなんだろう、好き、キャラのみって感じ。ねえ、あれキャラはまあいいんじゃねえの。ディケイドになったらダブル最高だもんね、うん、で、オーズもキャラは最高でしょ。オーズもまあキャラいいよ。そうだね、キャラはいい。ビザードちょっと微妙かな。
ああ、他の作品と絡むとハルトさん地味なんだよね。そう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 、うん、あれ単体だと微妙だな、うん、ウィザードのっつうのは外務か、外務キャラいいよね、まあいいでしょ。あれちなみにさ、ごめん、あのあれなんだけどさ、うん、あのまあカイトの人ちょっとあれしちゃったじゃない。あれしたね。あれしたのってさ、うん、即なんかあって復帰とかってしてないよね。しないんじゃない、まだ。あのさ、ボブなんでこんなこと言うかってさ、うん、そのタイミングでガンバライジング、あのガンバライジングってさ、あのすんごい感覚上げながら、うん、怪人枠のやつを一体一体実装してってるのがちょっと、うん、ロードバロン出たよね。そう、大盛り上がりなんだけど、うん、今さ、ロードバロンそのタイミングで来たのよ、うん、運悪かったねってやつっていうだけか、うん、なんかさ、声本人っぽいけど、まあ、本人だって多分たださ、その時点ではまだ問題なかったけど、でも、実装時期は事件の後なのよ。うん、まあ、撮ってたのはもう使ったんじゃないか。それっていいんだっけ、取り下げなきゃダメとかにはなんないんだっけ。別にいいんじゃない。あー、多分。じゃあマジで運悪かっただけか。うん、では、なんかあってさ、杉浦太陽みたいな、あの逮捕一回されたけど何かの間違いでしたごめんなさい記念で、うん、じゃあ今もうロードバロンだぜっていう流れかなってちょっと思ったけど違うよね。復帰早すぎるし、そうだよね、うん、別に何かの間違いだったわけでもない、間違いじゃないもん、あれ残念ながら。ああ、逮捕は間違いだったけど、そう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 、間違いじゃないからね、残念ながら、ね、そっか、うん、カイトさんは間違いじゃないか、うん、まあいつかなんとかなって帰ってくればいいかもね。ね、ドライブキャラ普通、普通だね、普通だね、あ、悪いとまでは言わんけどすげえ良くもないよ。ゴースト悩ましいね。あ、ボブゴーストは人キャラダメかもしれない。うん、悩ましいね。そうだね、ボブゴーストかな一番あれだ。タケル殿のキャラが薄いよね。なんか薄いし、マコト兄ちゃんも実はそんな好きはしない。薄いかもね。あ、薄いよ。アランは普通ね。あとまあ他のオナリとかもまあ普通でしょ。あ、そう、オナリっていうそのネタに全振りした、なんか途中までネタに全振りしてなかったんだけど、ああ、後半ネタに全振りしちゃってちょっと今じゃネット受け多いんだもんね。うん、最初はすげえいいキャラだったと思うんだけど、ああ、サトしたりして、まあ確かにね。うん、いや言うてると普通だな、やっぱり。ああ、なるほどね。普通だと思うよ。あれかな、九条キリアのイメージ強すぎてすごい。キリアは良かった。あとまあダンクロトとかもまあ良かった。あ、そう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 、あの割とメインの3人ぐらいが普通だと思うよ。ああ、かもしれない、ね、本社よりちょっと鬱陶しい感じあるから。あと怖いしね。怖いよ。だ、仮面ライダーで一番怖いの誰って言ったら多分本社の M で間違いないと思う。あいつ自分の意見以外聞かない感じだもんね。なんか、ああ、なるほど、そういうことなんですか。ちょっとそこがなんかやっぱり好きじゃないか。ああ、でまあビルドキャラ良かったでしょ。そうだね。ジオウは、僕は時は総合だけちょっと微妙かもしれない。ああ、なるほどね。他はまあ弱ったかもしれない。見終わった後考えるとちょっといいんだけどね。あ、まあ、ああいうやつだったなーみたいな。ゼロはダメだから、やっぱり。ああ、なるほどね。ダメでしょ、ゼロはこれ。で、今の流れで来ると、うん、ああ、まあそうかーっていう感じはあるか。だってさ、話ごとに何言ってるか変わるんだもん、ゼロから。なるほどね。全員。その時点で論外だよ。あ、そういう意味も含めればまたじゃそうかもしれないね、うん、根本的な性格のみ見ればまああると思うんだけど。そう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 、そういうこと、そういうこと。だからあいつ犯罪者だしさ、ヤバい道具売ってる人だからね。ね、そこに関するなんか改心とかもなければなんか意見を押し通す感じで本気も分かってきてみたいな。派手に闇落ちしてる。めちゃくちゃなんだもん、なんか。ああ、ダメだわ。なるほどね。不安ですらいまいちだと思うよ。なるほどなるほどなるほど。やっぱ最悪でしょ。あ、滅び最悪でしょ。ああ、そうかも。神もダメだろ。あ、そっか。うん、なるほどね。滅びも、滅びだってキャラないもんね。なんかやっぱまあね、都合悪いことやると切れて人殺すやつ。ああ、天津橋だわ、やっぱり。ああ、まあやったことは。天津が一番悪いのに天津一番マシっていう内容なんだよね、ゼロは。確かにね、困ったことに。ああ、ヒューマギア危険すぎるんだもん。あ、まあそうだね。ヒューマギアがいかにいいかをもっと見せてくれればいいんだけど、だから悪い面ばっかり強調されるから。ああ、じゃあヒューマギア破壊すればいいじゃんって思っちゃうんだよ。破壊してちゃうもんね。うん、破壊した方がいいもん、あれ。ああ、人の雇用を奪うしさ。ね、触れなきゃいいのにそれぞれまで触れるから。ね、うん、でまあセイバー普通
中ではまだ頑張ってるかもしれないよね。ね、嫌いなやつは、まあんまりいないし。ああ、パチンコのやつだ。ああ、あれね、うん、リバイスダメでしょ。まあそうね、うん、ワーストクラスかもね。誰にも信ないもんね。うん、あるとヒューマギアとにかく好きだぜっていうシーンだけはある。あ、そうそうそう、うん、それもないもんね。なんか、ああ、あるとヒューマギアを最後まで押し通したけども、まあ最終的にまあ若干ブレだけど、ああ、一気は人助けるぜっつって全然助けられるじゃないもんね。あ、そうね、口だけだよあれ。ああ、若干本編でもそれ触れられちゃってるところでね。そうだね、兄ちゃんは口だけであれなんて。本当に口だけだからダメだよ。ああ、五十嵐家の母ほんと嫌いですだ。ああ、そうなんだ。腹立たないあれ見てて、なんか、ああ、あんまり思ったことなかったな。あいついいこと言ってる雰囲気出してるけどさ、うん、何の役にも立ってないよ。あ、まあまあまあ、そうかもね、うん、なんかいいこと言ってるだけで全然本編のその状況に沿ってないというか。ああ、なるほど。沿ってればそうだな、母ちゃんのゆとりだねみたいになるんだけど、あ、全然そうならないんだよ。ああ、なるほどね。今週でもなんか大事なんか周りの人に恵まれてるだろう、家族が最強だと言ってるけども、ああ、お前今の状況分かって言ってるのみたいな。ああ、まあ確かにさ、状況の割には落ち着きすぎてるよね。大臣今犯罪者みたいな感じになってるわけじゃん。ねえ、怪人差し向けて人を襲っていくかみたいな。あ、でもあれなんじゃない、あの世界観的にはさ、うん、むしろ大臣以外の家族の方が犯罪者に寄ってんじゃん。まあそうだね。フェニックスが今体制側みたいな。そう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 、じゃあ犯罪に走ってる生きた人止めろよみたいな。なるよね、今度は。ああ、常に余裕なだれっていうのはあるのか、なんでそんな余裕なのか僕にはわからないよね。全部最終的に母ちゃんの言った通りになるんだったら、まあ余裕でもいいよ。ああ、なってないもんだよずっと。まあ確かにそうかもしれない、うん、助言もなんかそれっぽいこと言ってるだけだしさ。ああ、なんか好きになれないね。ああ、なるほどね。あの映画にさ、知らない仮面ライダーにいるけど、いるね、青いやつ。あれお母さんかな、親父と母ちゃんの合体ライダーの可能性ある。あ、そんなことあるかな。うん、なるほど、ね、あるいは親父の味方、どっちかだと思う。あ、ですか。なんか映画家族推しだから、あ、家族全員ライダーになるとかはあるかもしれない。ああ、なるほどね。てかあれ、あのさ、僕あのリバイス系ライダーの決め台詞どれもあんまり微妙だなと思ってたんだけどさ、なんだっけ、大事にサクッと一気に決めるぜ、ついに映画で混ざっちゃったからね、全部。ああ、ただ長ったらしいだけってね。だって大事に、大事に決めようか。大事が一番無理やりだよね。うん、大事雑だしね、なんかね、常にあいつ雑だもん。大事だ、口先だけではあいつ大事に決めてないしさ今に至る感じが湧いてきたぜ。もう本当納得いかないんだけど、あ、ただ、まあ、温泉の銭湯の風呂湧いてきたぜとかけてんだってことが分かった結果、まあじゃあまあいいかみたいな。ああ、湧いてきたぜ。何が湧いてんだよあいつ。なんかまあ気持ちが高ぶってきたぜってことなんでしょ。おめえ何も解決したことねえじゃん。だからそれ言われて思ったけどさ、2つあるのか。じゃあ湧いてきたぜと一気に行くぜみたいな、2つあるのか。バイスがバイスと行くぜ。バイ、ああ難しいね。うん、
するぐらいまで行かなきゃダメだと思う。 あるいは本当にちゃんと銭湯をメインにするか。なるほどね。なんでウィークエンドメインになってるのかよく分かんないから。ああ確かに。なんで登場人物大体ウィークエンドにいるんだ今ね。まあ親父も死んだし母ちゃんも死んないけど、あウィークエンドのね本当の親父と母ちゃんではないですけどね。ね、なんで彼はそんなに感情移入してたんだろう ねそこもっと見せてほしかったよねやっぱり。ああ死んだ瞬間にその概念湧いてくるっていうね。湧いてきたぜってそういうことなのかな。何もかも要素湧いてくるよね。あその場である意味作風一貫してるね。リバイス全部途中で湧いてくる。完全に暗流だよね。もう要素全部その場で湧いてきたぜってことだもん。で風呂のお湯はいつか冷めるから、あ要素も全部冷めてくる。そうなのかな。リバイス風呂の番組なんだねやっぱりね。すごいね。テーマに沿ってる実は。ああ面白くないよ。ああすごいねそのこれ、うん、全部実は風呂だったね。なんだっけ前魚の骨に例えて、ね、仮面ライダーシリーズの表現とかやってたけど、あリバイスだとあの魚いる水槽にオキシエンデストロイヤー投げて全部死んだ。そんな感じかな。デストロイヤーだよね。オキシジンデストロイヤー水槽に入れたら魚全部骨になって死んだやつね。オキシジンデストロイヤーだもんな。いやー皆さん見てますか。宇宙刑事ギャバンもやってますよ。あー今そうなんだ、うん、ギャバン面白いですよ。あーなるほどね、うん、すげー面白いギャバン。あーもうすっごい激しいアクションが満載で。あーなるほどね。特に口で言う感じのところはない。まあストーリーは普通に面白い。ああなるほどね、うん、普通に面白い昭和特撮ヒーローの感じ。ああ魔女モニカとか出てた昨日みたいな。なるほどね。魔女モニカ、まあ、今の我々からするとちょっと違うものかも。モニカだ。ああ魔女モニカはなんか毒の武器であのギャバンの相棒のミミィを毒状態にするんだけど、ああ、まあ、なんだかんだでモニカは敵のマクーになんか裏切られて自分も毒を盛られてしまうんだよ。なるほどね。ギャバンがそれを助けようとしていることによってモニカはもともとなんか恋人とかが自分を裏切ってなんか犯罪者をまとめて殺そうとして巻き添え食ったみたいな事件があったみたいな。それで人を信じられなくなってたんだけども、ギャバンが本来敵であるはずのモニカを助けたことによってあの人の愛を思い出したのでありました。でモニカは自分を犠牲にしてミミィを助けるのでありました。なるほど、ね、ありがとうモニカさよならって感じでした。ああなるほどね、うん、まあ、元々言えばおめえが毒持ったんだけどね。ああ自分にはなりつつまあ普通に良かったけどね。なるほどね、うん、だからさリバイスで話戻しちゃうけどさ、あきれだってそれで。そうだね。お前がてかさお前のせいだもんね。ウィークエンド親父はあきれだね、許してんのかな。なんかあの感じ見るとさ、まあ許してんだと思うよ。私は未来しか見てないからなって言ってた。ああそっか、うん、なるほど。そこでなんとか今までの意味わかんない部分も一応回収できたんだよ。もう気にしてないわよ、うん、まあ無理あると思うけどね。 あいつのせいで妻子死んでるからね要するにってことだよね、うん、耐えられないと思うよ。その頃にデッドマンズやってたのってそこでの人たちだもんね。割と最近死んだんだね、じゃあね。ああもうだいぶ前にあの家族失ってウィークエンド立ち上げているように見えないけど、でだいぶ前でいいんじゃない。だってデッドマンズが活動しだしたの自体は別に最近ではないよね。あ確かにそっか。アギレラの幼少期とか出てたもんね。ね、じゃあ随分前からもうデッドマンズはいるのか。ね、なんかその辺の時系列もよくわかんないよ。あ整理されてないが。あんまね、うん、いやアギレラ仮面ライダー誕生会ほんと微妙だったな。あーそうだ、覚えてないもん。もうどうやって誕生したっけって。玉木がウィークエンドに入りたいですって言ったら試験に通ったらいいよ。あじゃあやるよつうかアギレラ試験受けてねえじゃんって玉木は思いつつ一気アギレラがじゃあ私も試験受けるわつって、実は玉木が全部踊りでねっていうね。ああいやだってあの回おかしいんだよ。なんか
なりたいと思ってる雰囲気だったのに、うん、急に過去の罪滅ぼしがしたいとか言い出して、あ、そういうことになっていくんだよ、ね、急に。確かに一貫性ないね、また私にはね。普通にさくらの力になりたいっていう話っていいのにね、別に。あ、そのなんで急に自分の罪の話したのかわけわかんないし、ね、しかもあの、ああ、いや、なんていうかあの、デッドマンズを罪だって認めて意味嫌うようになるまで爆速すぎるよね。何もなかったよ。もうちょっと未練あってもいいっていうかさ、うん、だって人生デッドマンズに捧げてきたわけじゃんね。ねえ、うん、あれ恋愛で例えたらさ、別れた瞬間元彼氏のことをあいつキモいやつだったよねって言ってる状態だからね、うん、しかも10年ぐらいの中のやつ、ね、そうやっぱ人の心が描けてないよね。え、うん、そこがダメだね。やっぱどのキャラもなんか中身的なものがないんだよな、ね、大臣が闇落ちする過程とかももう本当は嫌がってるね。あれもうちょっと丁寧にやってれば相当面白かったと思うよ。ああ、ギーサブ脚本の人でなんとかちょっとした感じあるもんね。話をどんぶらに戻ささるんだけどさ、うん、1個もうね、ツイッターで面白い話してる人を見かけて、はあ、あーって思ったんだけど、うん、あのね、桃井太郎いるじゃない、うん、で、まあ園井がいるじゃない、うん、桃谷二郎いるじゃない、いるね、園にいるじゃない、いるね。何が言いたいかっていうとさ、あの、桃井と園井がいるじゃない、うん、園にに対して桃谷二が出てきたじゃない、うん、桃なんとか桃三郎がいるのか、そっとか、そうなんとか桃美がいるのか、ザとかサとかミとかね、うん、いるパターンかこれっつって、桃太郎の妹桃美がねえ、もう一人色が追加来るのかっていう、うん、ちょっとその面白い。でもさ、確かにさ、かぶりすぎだよね、うん、だからね、3番目来んじゃねえのって思うんだけどね。しかもさ、あ、そんなことないか、別にそのミと桃谷はそんなまだ関係ないか、関係性ゼロだからね。どっちかというと犬と関係あるね。あとあれだよ、レンジマンこの間ツイッターで言ってんの見て気づいたけどさ、うん、要はあれ、桃井も人格変わるじゃんっつって、うん、変わるね。それ聞いて思ったんだけどさ、うん、もしかして桃谷も本当にドン家のやつなんじゃないかっていう、まあ、ドン家のやつなんじゃないかな、あれはやっぱそうなのかな、あれは妄想じゃないのかな、誕生の経緯完全に桃井だろうと同じ感じだね。あれ多分さ、桃谷の妄想説まだ残ってるかなって思ったんだけどさ、回想シーンとして描かれてるからね、あれあながちやっぱ本当なのかなってちょっと最近思い出したというか、ドン家は変身すると人格変わる説あるよね、うん、まあ、変身しなくても桃谷はなんか別の変わり方してるけど、継ぐものっていうのがやっぱり気がかりだって、ああ敵なのかもしれないね、なるほどね、王家同士ではあるけども、ああなるほど、第三勢力とかじゃやっぱ来るのかな、それがまあ桃美なのかもしれないけど、うん、いやー、ドンブラはね、ちゃんと考察する余地もあっていいよね。そこなんだよ、ドンブラって考えりゃさ、ちゃんとした答え出てくるからさ、うん、考えるだけ無駄だよねってなることないよね、うん、まあ、モナリザまで行くと考えなくていいかもしれないけど、ああちゃんとしたドラマにかかってくる部分は考えていいやつだからね、うん、モナリザは多分雰囲気いいだもん、あれは雰囲気ああ二度と触れられないと思う。あの逆にだけどそんな意味深だったっけ？普通にただ話の終わりかながに僕は消してるだけだ。そうだよね、うん、あれさ、ボブは多分だけど人間、不完全な人間の芸術を理解しようとしたけど、うん、やっぱ私には無理だなっていうだけのシーンなんじゃない？